私はミカ、30歳の専業主婦です。夫と結婚してから義両親と一緒に住んでいるのですが、義母の咲子さんはなんかいつも半分怒っているような口調で、正直ちょっと怖い人でした。人が悪いわけじゃないみたいだけど、なんとなくとっつきにくいタイプだと思っていたんです。私は幼少時に母を亡くし、父とずっと二人きりで暮らしてきました。そんな父も結婚する数年前に病気で亡くなり、私は天涯孤独になってしまったんです。一人ぼっちになった私は、結婚することで自分の家族が増えることに喜びを感じていましたが、よりによって義母がこんなに怖い人だとは思ってもみませんでした。そんな義母には悦子さんという6歳下の妹さんがいるのですが、こちらは義母とはまるで違って笑顔で愛想のある人。悦子さんは家に来るたびに笑顔で私に話しかけてきてくれます。ねえ、ミカさん、私おまんじゅうが食べたいの、買ってきてくれない？え、今ですか？そう、今よ今、私無性に甘いものが食べたいのよ。あ、それでしたら家に羊羹が。羊羹なんて嫌よ、早く買ってきてよ、我慢ならないの。あ、ついでにこれ郵便局で出しといて。え、でも郵便局はスーパーとは反対方向で。すると悦子さんは義母に聞こえないようなひそひそ話で私にこう言ったんです。ミカさんだってたまには外に出て息抜きしなきゃ。私がこうやってお使いを頼めば、お姉ちゃんから離れてリフレッシュできるでしょ。悦子さんは私に向かってウィンクすると、また大声で義母に聞こえるように話し始めました。あやくん、文句言う暇あったら動いてちょうだいよ。あ、はい。いつもこんな風に言ってくれるから、とっても気の利くいい人だと思っていました。毎回満面の笑みを浮かべてあっけらかんと言ってくるので、私も断るに断れず、何かと頼まれた用事を聞いてあげることも多かったのですが、いつもだったらそんな様子を苦々しい顔つきで眺めている義母でしたが、今日は様子が違いました。私が悦子さんに言われた通りに出かける準備をしてると、義母に声をかけられたのです。ちょっと、ミカさん、どこに行くつもり？あの、悦子さんに頼まれたので、お買い物と郵便局に。そんなとこ行ってる暇ないよ。まだ洗濯が終わってないんだから。ほら、さっさとこれ干しといで。はい。私は義母の言われた通り、洗濯物を干しに行き、結局悦子さんの頼み事はできずじまいでした。それから数日後のある日のこと、その日はたまたま義母が外出中に悦子さんがやってきたのです。家の中をぐるりと見渡した悦子さんはこそっと話しかけてきました。ねえ、ミカさん、今日お姉ちゃんはいないの？お母さんは先ほどお買い物に。そうなんだ、悦子さんは何やら少しニヤッと笑って、私にいつもの笑顔で続けました。ねえ、ミカさんにお願いがあるんだけど。はい、何ですか？お金貸してくれない？え、お金ですか？私ね、母親と一緒に暮らしてるんだけどね、母親が倒れちゃって入院費用が必要になったの。そうなんですか？お母さん何も言ってなかったから、そんなこと全然知りませんでした。ああ、お姉ちゃんはね、両親と縁を切ってんのよ。ほら、あの人偏屈でしょ。だからね、まあいろいろあってね。ったく、お姉ちゃんったら自分の母親が倒れたっていうのに無視よ、無視。そうなんですか。だから私が一人で介護してるんだけど、お金が間に合わなくって。だから10万でいいから貸してくれない？私は働いていないので、夫の収入で貯めた貯金から10万円をもらうのはかなり申し訳なかったのですが、悦子さんの母親の入院費のためだと思い切って貸すことにしました。わかりました、10万くらいでしたらなんとか。わあ、本当にありがとう、助かるわ。あ、このことは誰にも言っちゃダメよ。
お姉ちゃんは両親と縁を切ってるから、両親のために貸したなんて知ったら怒るだろうからさ。そうですよね、やっぱり。そうよ、だからこれは私とミカさんの二人だけの秘密ってことで。わかりました。お金を渡すと、悦子さんは嬉しそうに受け取り、来月にはちゃんと返すからと言って帰っていきました。私はいいことをしたなと思っていました。しかしその翌月、事件は起きたのです。1ヶ月後、悦子さんは義母がいない間にやってきて、お金を返してくれました。私は財布にそのまま入れておき、後で貯金に戻しておこうと思っていたのですが、義母が帰ってきたタイミングで突然悦子さんが叫び始めたのです。ない、ないわ、私のお金がない。え？悦子さんの言葉に驚いた義母は悦子さんに話しかけました。どうしたのよ、ここに10万円入れておいたのにないのよ、きっと誰かが取ったんだ。誰かって誰よ、きっと美香さんだわ。え？そんなわけないでしょ。いいえ、きっと美香さんよ、絶対にそう、財布を見たらわかるわよ。美香さんはそんなことする子じゃないわ。どうだか、親もいないみなしごなんだから、きっとお金にがめついはずよ。それに自分がやってないなら財布を見せればいいだけじゃないの。ちょっと待ってください、だってさっき。ミカさん、財布を見せてちょうだい。え、でも。いいから見せなさい、早く。私が義母に財布を見せるのを渋っていると、義母は私の手から財布を奪い取りました。そして中身を見て驚愕。それもそのはず、だって中にはさっき悦子さんから返してもらった10万円が入っていたのですから。私はすぐに義母に言いました。誤解です。これはさっき悦子さんに返してもらった。嘘言うな、私はあなたにお金なんか借りてないわ。証拠でもあんの？あるなら出してみなさいよ。それはないですが、でも先月。何なの？盗っ人のくせしてその態度。両親がいないからって盗みを働いて許されるってわけじゃないのよ。そうやって言い訳ばっかりして私のせいにするつもり？やめてよ。そんな。私は悦子さんの言葉に涙がポロポロ出てきてしまいました。私はいいことをしたと思っていたのに、まさかこんな形で返されるなんて。もちろん義母は私の言葉よりも自分の妹である悦子さんの言葉を信じるでしょう。普段から私に冷たく厳しく当たっている義母ですから、私は説教されると覚悟したんです。大声で怒鳴られるのかな、それともひどい言葉でなじられるのかな、もしかして出て行けって言われるかも。嫌で嫌でたまらなくて、でもどうしていいかわからなくて、私はぎゅっと手を握りしめたまま下を向いて泣いていました。すると義母は大きくため息をついて、私にいつもの口調でこう言いました。はあ、ミカさん。はい。いいから洗濯物入れてきなさい。え？洗濯物やってきて。はい。私はすぐに洗濯物を取りに外に出ました。でもどうしても気になって、リビングにいる義母と悦子さんの話を聞いてみることにしたんです。こっそり聞き耳を立てていると、そこで聞こえてきた話はとんでもない話でした。ミカさん、家なき子だってね。そんなこと同居だなんてうまくやったじゃないお姉ちゃん。避難先もクレームもともない一人ぼっちの娘なんだから、さぞやりやすくていいでしょう。私は悔しくて、無意識にギリギリと音を立てるくらい歯を食いしばっていました。でもきっと義母もそう思ってるんだとも半ば諦めていたんです。だけど私の耳に聞こえてきた義母の言葉は、そんな私の気持ちを裏切るものでした。いい意味でね。何言ってんだい、あれを見てごらんよ。あれ、うちの続き間のあんな目立つところに仏壇があるんだよ。あれはミカの母親の仏壇さ。いつもあそこで私を見てるんだ。見張りがいてやりにくいったらないよ。
あの子を産んですぐ行っちまうなんて、あの子の母親は本当に使えない母親だよ。そうだね。だからこの世に未練があって、絶対にその辺にいて私らを見てるに決まってるだろう。私があっちに行くときに、嫁に来てもらったのに幸せにできなくてすみませんでしたってペコペコ謝るなんて、まっぴらごめんだからね。あの人はここにいる。それで今もそこらに座ってチャーしてんだよ。私は義母のその言葉で、顔も覚えていない母が見守ってくれているという気持ちに初めてなりました。いつもあんな目立つところに仏壇を置かせてもらって申し訳ないと思っていたけれど、義母は私のためにあえてそうしてくれていたんだと初めて気がついたんです。そして義母はさらに悦子さんに続けて言いました。分かったらとっとと美香さんに謝りな。え、お母さんどうして。はあ、なんで私があんなみなしごに。私はなんだかいても立ってもいられなくて、リビングに戻ってきてしまいました。すると悦子さんは私の方を指さして怒鳴ってきました。どうして私がこいつなんかに謝らなきゃいけないのよ。取ったのはこいつでしょ。悦子、いい加減にしな。私が何も知らないとでも思ってんのかい。あんたがお金借りたんでしょうが、あんたが自分でした借金だろ。ホストに入り浸って作った借金だろうがよ。どうしてそれを。母に泣きつかれたんだよ。とっくの昔に縁を切ったはずなのにね。いい年して母親にお金をせびるなんてクズよ。それもホストに使って。え、ちょっと待ってください。お母さんは入院になったんじゃ。そうやって嘘をついてたのかい。あんたは昔からそうだもんね。両親に甘やかされて育ったからそんな風になったんだろ。あんたの嘘なんか私が見破れないとでも思ったのかい。あんたの嘘なんて目をつぶっててもお見通しだよ。そうやって散々周りに嘘ついて生きてきたんだもんね。それは私が縁を切った理由を忘れたのかい。両親はあんただけを溺愛してた。嘘ばかりつく出来損ないだけどね。なのにそんな両親まで騙して愛情を独り占めして、そんな家族に嫌気がさしたんだよ私は。それでも姉妹だからと今まであんたを助けてやったけど、今回ばかりはそうもいかないよ。ちょっと待ってよ。うちの可愛い嫁を騙そうとしたんだから、この際あんたとは縁を切るからね。お母さん、待って。美香さんはね、私の大事な娘なんだよ。息子の嫁じゃない、娘なんだ。お母さん、ありがとうございます。大事な娘を傷つけるお前はもう妹じゃない。いいかい、美香さんが貸した金はあんたにくれてやるよ。その代わり二度とうちに近づくんじゃないよ。分かったらさっさと出て行きな。義母の勢いに圧倒されたのか、悦子さんはそそくさとお金を握りしめて帰っていきました。私は嵐のような状況にポカンとしていると、義母が今までで一番優しい声で声をかけてくれました。悪かったね、妹が迷惑をかけて。あんたを守りたくてなるべくあいつとは関わらないようにしてたんだけど、私が留守の間にお金を貸してたなんて知らなかったよ。もっと気をつけるべきだった。すまなかったね。いえ、お母さん、本当にありがとうございます。私はその時初めて義母の胸を借りて思いっきり涙を流しました。義母は私の背中をさすってくれて、とても温かいぬくもりに包まれていました。それから1ヶ月後、悦子さんから LINE が来ました。美香さん、この前は悪かったね。謝りたいから今度お茶でもどうかな。お断りします、私妊娠したんで。あら、そうかい。じゃあお祝いをしてあげるわ。それもお断りします。悦子さんと関わるとろくなことがないからやめろとお母さんに言われましたので、
それにお母さんは、悦子さんはもう妹でも何でもない他人だと。なんだって。では失礼、今後一切私たちに関わるのはお控えください。ちょっと待ちなさいよ、せめてお金を貸しなさいよ。それから悦子さんをブロック、連絡はすべて拒否し、家にも来ることはなくなったので、悦子さんとあの日以来会うことはありません。聞いた話によると、悦子さんは借金まみれとなり、両親から縁を切られ、シルバー派遣で毎日昼も夜も働いているそうです。それから8ヶ月後に私は無事に出産、かわいいかわいい子供が生まれました。あらあら、笑ってるわ、かわいいわね。お母さんにとってもよく似てると思いません？あら、そうかしら。お母さん、おばあちゃん記念日ですね。そうね、ほら、いないばあ。キャキャ。今は新しい家族が増えて、私の宝物もできて、本当に幸せな毎日を送っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。